トレードでも決めておおいいいいた方がといいと思うという話ですうん、うん、例えばパンパカパンに至っては下から紫52線、はい、そして青32線緑10日線赤5日線という動きで右肩上がりで上がっているわけです。はい、例えばチャートを出しますと今オープンハウスのチャートを出してますがこの部分がパンパカパンなわけですね。はい えー、あ、が画面出ますかねパンパカパンなわけですそうするとね結局パンパカパンで上がっていって一旦何日か下げるけれども、はい、パンパカパンは強いからもう一回上がるでもう一回上がるとおもう一度軽く下がってでもう一回上がるちょっと下げながらも上がるつまりパンパカパンの特徴は、はいえー、しばらく上がると一回下がる、はい、でも 今まで上げた日数よりも下げた日数の方が少ない。うん,うんうんうん。うん、つ強いからね。一旦休憩。一旦休憩ってことです。そしてまた上がる。はい。でも上がった日数よりも下げた日数が少ないんだけど、また上がってちょっと下がる。はい。でまた上がる。また上がる。すといずれ天井をつけて、はい、えーさ、えー、休憩のように見せて、はい、下がっていくと。ちょっと休憩時間が長くなって,なって。で次の復活が。 復活せずに下がってこれがパンパカパン今これオープンハウスグループのチャートですがこれはトヨタ自動車であっても、はいえー、三菱商事であってもパンパカパンは全部こうなります、はい、金でもなりますし FX、えー、ドル円でもなりますから、はいえー、そういつも動きは同じということはあの決めておけばいいですね。パンパカパンンカでで上昇した後何日か下げるのは売りを入れないで待って 見送っている、はい、そして復活したら買う、はい、でまた横並びか下げ始めたら買いを手締まって下げはやらないで待つ復活したらまた買う,買うで今度は下げを見送って次の復活が浅ければ売りを仕込んでいくとでこれはどの場面でも一緒なんですね、はい、そうするとこう決めておけばいいかなということですパンパカパンは揚げを買って いってしばらく上がっていった後、えー、逆下半身になるか横並びになったら手締まう、うん、そして次の下げは追いかけ売りで追いかけないで復活したら買う、うん、でその後9本ぐらい上がったか横ばいになったら手締まい次の下げは追いかけない、はい、復活したら買う、うん、そして、えー次,のえー、次下げます、えー、で復活したら買うんだけど なんか上昇日数が今までより短い。はい、から陰線がい,いっぱい入ってくる。うん、ここね。はい、そうちょっと怪しいから買いを手じまう。と怪しかったので、次の下げはまた上がるかもしれないからやらないで、次の復活を買うんだけど怪しくてすぐ切って売りに変える。<ー>これはどの銘柄でも決めておく。うん、そうすると、これできちゃいますね。これは一つです。はい、で、同じように、逆パンパカパンでも決めておく。 それれからパンパンカが崩れたところも決めておく、はい、例えば先ほどのオープンハウスだとパンパカが崩れたとかこ,ここですね、はい、でこの売りはやらない方がいいねこの売りこの売りあの天井の下げなのか途中の下げなのかは天井の下げ最初の下げは分かんないから分かんないからでここであやっぱりさっきが天井だったって分かるわけだからうんつまりパンパカの終わりもどうするか決めておくわけです。はい、でそれから 逆パンパカも決めておく。逆パンパカ崩れ。うん、うん。それは逆パンパカ崩れも決めておく。はい、それから移動平均線が集中したところではどう戦うか。パンパカパンっていうのは移動平均線は集中してないですね。これ離れてますね。はい、で集中してるとかこ,こういうところですね。うんうん、決めておく。もう簡単です。やらない。どうなるかわからないから。わからないから。うん、移動平均線が集中してるということは、えー、っと平均が 動平均があの一定だっていうことはちょっと上がるとちょっと下がるちょっと上がるとちょっと下がるから移動平均線が横ばいになるわけですからあの上がり続ければ移動平均線上向くはずだし下がり続ければ下向くはずだからえ移動平均線が集中してる時はやらないあるいは30日移動平均線30週移動平均線あたりが横ばいになるとどうなるかっていうとえボックス圏になるんですね。 ボックス圏になります例えば、えー、これ青が横ばってる時は上がったり下がったり上がったり下がったりっていうだからその時はどうするのがいいかこ,れこういうとこもそうですね天井圏でありながらボックス圏ですね、はい、まあ決めておく、えー、それからそれ以外も決めておく。この番番から パンパカパン、逆パンパカパン、パンパカ崩れ、逆パンパカ崩れ、MA が集中、30日移動平均線が横ばい。はい、それ以外、つつと、まあ、それ以外入れちゃうから。以外がたくさんありま意外とないんだ。<laughs> あ、そうなんですね、うん。そうするとね、これ全部決めとくね、自分で。リスナーの皆さんもね、ある程度決めとく。で、決めとくのをどうやってやるかっていうのは、まあ、株軸でも教えてますが、ご自分でやるんだったら、はい、移動平均、えー、チャート出してみて、はい、ここを克服するには、 どういうい縦曲にするか例えばパンパカパンだったら買いは長持ちだし、はい、下げはやるんだったら短くできればやらない逆パンパカパンだったら売りは長く持つでちょっと上がってもそこに乗っからないとか決めておくわけですね。練習,しと練習すするると必ずできるようになりますだから移動平均線が集中しているところは早く見つけられるように見つかったらやらない。